カフェのコーナーパート2です。パート1に引き続きスバルの運転支援システムアイサイトについて伊勢崎日の出店の新井さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新井さん、パート1ではフォレスターに新たに追加された機能についてご紹介いただきましたが、パート2ではスバルで初めて採用された機能について詳しくご紹介いただけるということで、どんな機能なんでしょうか。早速教えてください。はい、新開発のドライバーモニタリングシステムです。ドライバーを見守り、居眠り運転や脇見運転を警告して安全運転をサポートしてくれる機能です。ドライバーの居眠り運転や脇見運転まで警告できる機能がついたんですか。そうなんです。マルチファンクションディスプレイのバイザー部に設置した赤外線カメラが運転席をモニタリングし安全運転をサポートします。ドライバーの居眠りを推定した場合はメーターやマルチファンクションディスプレイに警告を表示し注意喚起をします。警告を表示することでドライバーだけでなく同乗者も居眠り運転をしていることに気づくことができるんですね。居眠りや眠気警報機能は眠気ありと強い眠気ありの2段階で推定します。軽い眠気と推定した場合はメーター表示で警告、強い眠気や居眠りと推定した場合はメーター表示に加え警告音でお知らせします。もちろん眠い時に運転しないことは前提ですが、運転中に突然来る眠気を車が教えてくれることで事故を未然に防ぐことができますね。そうですね。ドライバーモニタリングシステムは居眠りや脇見運転を警告するだけでなく、最先端のドライバー認証システムによりお客様一人一人に合わせた快適な室内空間を提供してくれます。こちらどんな機能になるんでしょうか。顔認証システムと連動して個別にシートポジションやドアミラー角度などを自動で設定します。すごいおもてなしですね。ドアの開閉に連動して個人認証を行い、認証が完了するとマルチファンクションディスプレイにウェルカムメッセージ画面を表示します。その後シートポジションなどを登録したドライバーごとに自動で設定してくれます。自分で細かく設定をし直す必要がなく、乗れば車が自動で変えてくれる、まさに最先端の機能ですね。そうですよね。このドライバーモニタリングシステムはアドバンスに標準装備となっております。詳しい情報はお近くの富士スバルのスタッフまでお気軽にお問い合わせください。アイサイトの機能も追加されたフォレスター、実際に乗って体感してみたいですね。フォレスターは富士スバル新車全店舗に試乗車をご用意しております。ぜひ実際に見て触れて体感してみてください。カフェのコーナーパート2、ここまでスバルの運転支援システムアイサイトについて伊勢崎日の出店の新井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。